滋賀県を代表する伝統校といえば瀬瀬高校の名前が挙がります。甲子園は選手権2回、選抜4回に出場しており、18年選抜は21世紀枠として出場を果たし話題となりました。進学実績も豊かで、今年の春のドラフト候補に上がる水口投手がいるように、国立大で活躍する選手が多くいます。今回はそんなゼゼの取り組みに迫ります。ゼゼ高校は大津市に所在する県立校で、学校には甲子園出場の記念碑があります。そしてグラウンド、雨天練習場もあり、設備は県立校としては恵まれていると思います。選手たちははつらつと練習に取り組みます。瀬瀬高校の他のチームにはない取り組みといえば、泥炭班の存在です。18年の選抜で話題となりましたが、現在は3年生が7人、2年生が3人、1年生が5人と計15人もいる組織となっています。泥炭班の部長の蒲生さんは、家族が野球好きで、選抜出場の際に泥炭班に興味を持って瀬瀬高校に入学、そして泥炭班に入ったそうです。またこのデータ班の部員の中には、タブ活と協業している生徒もいるといいます。データ班の皆さんは、アプリで打球方向や打球傾向などを入れ込んでいきます。確認してまとめた後、選手に共有します。今では部員15人もいるので、シフト制にして各球場でデータを集める作業を行います。県大会では彦根総合に敗退。蒲生さんはデータ班として反省すべきところがあったといいます。もうちょっとこう改善、データ班としても改善できるところがたくさんあるので、あるなと思いました。データ班に関わるやりがいについてこう語ります。今までこういう データを集めて分析してっていう言い方をしたことがなかったので、新しい言い方というかのが新しい関わりが持ってて、これから野球以外のことにも活用していけるかなと思います。こうした献身的なデータ班の働きについて選手たちはどう感じているのか。その試合であったり、練習試合であったりもいろいろとビデオであったり、それを集計して、でまた僕たちに分かりやすいように見せてくれるアプリの開発なども、ちょっとやってくれていて、実際すごくそれを元にして実際の試合でも守備位置を変更したり、シフトを敷いたりっていうことをして、なんとかアウトにできた打球もあるので、そういう点ですごく助かっています。ここで注目選手を紹介します。
オッケー、はい。この春は2回戦で敗退。主将はこう振り返ります。まあ、秋に比べてやはり僕たち自身の力は、まあ、伸びていることは実感できたんですけれども、試合をその、まあ、うまく戦えなかったというか、まあ、野球としての技量は上がってたんですけど、まあ、試合の中でそれをうまく勝つ方に生かせなかったかなというふうに思っていて、まあ、それが夏までに、まあ改善すべき課題であると思っています。最後に夏へ向けての意気込みを語りました。まあ、残すは夏だけなので、まあ、そこに向かってやるだけなんですけど、まあ、ここ最近の瀬瀬高校は、まあ、公式戦で、まあ、大会の中で、まあ、1勝2勝っていうところが、まあ、結構1勝2勝っていうところが多いんで、まあ、僕たちはまず3勝目っていうのをまず思い取って、でベスト8からは、まあ、気持ちの勝負だと思うんで、まず最初はベスト8まで軽くいける実力っていうのを夏までにしっかりとつけていきたいなと思います。そこでまだまだ時間、まあ、ないって言っても3ヶ月あるので、しっかりと休息も体力もしっかりつけ上げて夏に臨めるように取り組んでいきます。僕たちもこういうすごく瀬瀬高校っていう恵まれた環境でやらせていただけているのはすごく感謝しないといけないことですし、すごくありがたいことで、まあ、そのこういう環境でやらせてもらえるっていうのは、まあ、地域の方であったり学校関係者、また修道者の方々や、まあ、何より保護者の両親たちの、まあ、力が大きいと思うので、まあ、夏の大会しっかりとそういう人たちに、まあ、恩返しができるような、そういうしっかりとした戦いを、まあ、見せられるように頑張りたいと思います。瀬瀬高校の皆様、今回はありがとうございました。野球部訪問文武両道の取り組みについては後日高校野球 .com で詳しく紹介していきますので、お楽しみに。